ヒロトさん出てきた。タイミング良すぎです。ちょうどね、集まりました。みんな、ティッシュとかある？ティッシュ、あれティッシュ持ってきたのよ。これ何？初めて合図。じゃあ、用意ドンって言います。じゃあ、よろしいでしょうか。よろしいです。用意スタート。よし。これ昼飯うまい計算。1時間書いて休めるじゃないですか。ちょうど1時間だと。鏡の画面が、ちょっと鏡ちょっと鏡の画面が明るいな。ちょっと調理しましょう。映ってます。あ、もう格闘始めてんの？仲良くやろうよ。仲良く何今の？邪魔シング挑発してたよ今ね。邪魔だみたいな。うん、の画面が邪魔やねん。いつもより慎重になっちゃうのやめた。ちょっとやめるやめる。何時間だろう、慎重にやるよ。いや、ひよっちゃったらさ、慎重に書き出しすぎてるね。竹尾さんの爆音が全然聞こえない。え、だってそうじゃん。何？バコバコバコみたいな。でもだって6時間の時でもそんなにゆっくり書き出さないし。竹尾さん、この位置のポイントみたいなのありますか？はい、うん、やっぱね、両肩をちゃんと入れたいので、はい、まずは出だし構図すげえ気にしてるかな。そこを外すと結構全直しとかになるから、さすがにちょっと勢いでは、ま、いけず構図が決まるまでちょっと我慢します。我慢して、はい、構図合わせる、はい、そこから一気にはい、体の両肩出して、頭部と体の面のねじれをバチーンと出ますよ。書き出しからとこうそれぐらいイメージしてるんですよね。はい、多分この位置でのポイントみたいなのありますか？この位置、意外と左右がそんな切れない、キワキワに入るんで、そこの空きが、うん、ポイントすごい慣れると面倒くさいんだな。まずそこを枠決めて、中でちゃんと調整。中で調整した。ちょいちょい慎重めに。ああ、慎重ですね。慎吾君。うん？はい。この位置では。ポイント？ポイント。パースじゃない？とりあえず、こういう横位置配慮。見上げてるから。見上げてるから。手前の腕が結構、ドーンって。うん。高くなりつつ、なんかこう、こういうパースもつくし、うん、スケール感ね。そうそうそう、そこと構図をちょっと、ね、兼ね合い見るみたいな感じがします。頑張ってください。あ、15分で3ぐらいだと思って3時間ぐらいでいかない。終わんない気がするけど。そんなに？いいよ、タイプさ、チームの言うことをほっとこうぜ。絶対陽動うわーってなるの待ってる。そうそうそう、待ってるよ絶対。いさぶってますね、チーム。ほら、飯ランプリしたよ。あれ、誰なんじゃん。何、竹尾さんね、何？ちょっとネガティブに捉えすぎちゃうんですよ、俺の挙動を。別に特に深い意味ないんだよ。そうだね。これも陽動ですよ。心理戦始まっちゃってる。あ、苦手だな、この。ちょっとめんどくさいな、顔。くぐっていいか、いっちゃうかな。あ、いいか、いいか、こういうのだろうね。直せますよ、木炭なら。そうそうそう、直せます。木炭なら。どうしようかな、ほんともう一気にいっちゃおうかな。早っ早っ。まだ5分ですよ。だから一気に
そうか、さっき、さっき、ちょっと我慢して言ってたのって、もう我慢できないから、いや、全然ダメだなぁ。そういうのって、これダメ。これダメ。でも、なんか行きたいんだよなぁ。早いな、みんな。俺絶対我慢する。なんで我慢するの？何を？やっぱ、後半ぶっ飛ばしたいんだよ。うん、そういうの大事だよね。後半っても3時間しかないから。3時間あったら、いける。比率あったらガシガシに再論。行きたいなぁ。なんでそんなに変なにダメ。ダメではないですけど。ダメではないですけど。行きたいかなぁ。これ、どう思う？いいじゃん。もうちょっとほら、散りすぎじゃない方とかさ、なんかずるずるずるしてる先生に教えてもらってる、指導割り指導割り先生が教えてくれてる、指導割り新しい聞くし勝つためには手段は選ばないでしょ俺チキンの時は試験管に聞くよ大丈夫ですかね、はじめまして、これ合ってます、絶対答えてくれないんですね答えたらまずいもん、まずいやつだな。あ、よし、秘密があって言えばね、はいはい、これめっちゃ慎重信じられない、うん、何が信じる、すごい慎重ですね、何が信じられるの、水中線見るのって普通じゃないですか15分対決の時大のイメージが強いので、そうそう、ああ、そういや、やっぱりほら木炭でもこれぐらい繊細に見るの、いや、見ますよ、本当はね、だってこれで顔描いちゃったりしないけどさ、ポイントさえ決まれば、そうすると一気にグッといけるっすよ、さすがに3時間あってあのスピード感で書くって人いないよねやることなくなっちゃう、別にもうちょっと形の精度上げたいよね、うん、でももういくよ俺、多分もういくよ、僕もういってます、あ、そうなの、あ、本当だ、グルグル結構強めの色を発揮して始めました、俺は絶対惑わされない。あ、なんだ、強いってあれぐらいのこと。いやいや、とりあえず手前下目も決め始めましたよ。あのですね、手前下目をまずね、決めるのも大事ですね。ね、たくちゃん。はい。ああ、いい。手前下目しっかり決めていくのが、まず、間違いないかなと。事故ないよね、手前下面決めといたら、うん、間違いない、こんなとこ狂っててもさ、はい、あんまり直してさ、汚れないでしょ、ロスくらいから、この辺まだだから怖いよ、ね、うん、時の差し以上の前回はねでも前回って結構恨めったやつ普段通りやらない、普段もっとこう狂って思いますとりあえず両肩決めて、はい、いきます宣言、宣言システム、いきますって言わないと言っちゃダメなの、じゃあ全気持ちいいっすようわごーいこんなのすんの、まあ、木炭だから、うん、確かに恐れることはない、すぐ取れるし、こういう感じで乗せるの、最初の形通り意味あったの消えるよこういう感じなのね、そんなこういう感じか、そんな感じはないと思う間違った認識が俺も早くかっこいい、かっこいい感じしたいな、見離れない、意外とね慣れてくるとね離れない、うん、てかこのだって今何分？まだ10分、13分ぐらい。13分って？ 13 分はまだだって本当は15分ぐらい。本当こんなに書いてないよ。早いね。早いですね。最初の当たりがいいんだ。
いや、あの、意味、やっぱほら、おまじない。おまじない的な、なんていうの、気持ちのなんかほら、高ぶりを、ちょっとこう、抑制していくとか。高ぶりを。うん。15分ぐらい経ちましたけど。はっ。思い切って。うん。そう、あのね、もう我慢できなかった。っていうか、やっぱり、その、ぐーっと聞きたいですよね、ここね。うん、ああ、かけるかな。ここ聞きたいんで、ここをなんとかこう、いじくって面にして、はい、うん、ここを全部こう、ドーンとこう、聞くためには、やっぱ炭塗ったんだから、あもうガーッ炭乗せながら、はい、全部作っていく感じ。ね、だポイントがあんまりずれてるとやばいから、はい、ここは気にしながらと思って、はい。思いっきり乗せてます。どうですか、シグさん。ですね、今ね、すごい分かりやすくね、ここを取るでしょ、ここ下を取って。下取って、三角形作る感じです。三角形、暗い面使って。でもそれだけだとちょっと情報不足するから、面の方向性入れて、土つま合わせの時間帯時間。いろんな、なんか面のつながりとか、見てね。実もあってるから。結構もう情報入ってますね。あ、そうだね。入ってます。だいぶ。で、それでいろんな要素を置いて、いろんな要素の位置関係の土、はい、合ってる合ってないみたいな見て、それがなんかどこ取ってもある程度、変じゃないと実も合ってるなって感じ。そこから直したりしていくんですね。そう。だから。遠くのものと関係性を見て、早いな、でもみんな。チャズ君は。チャズ君も早いですね。今、はい、とりあえずそう、書かないと形合ってるのかとかわかんないんで、そうなんだ、バコバコ見えてくる表情を書きつつ、ある程度全体が取れて見えてきたら、うん、形のチェックに変えようかなって、うん、意外とみんなだから要素を書くの早いんだね、見えるかな。要はその自分が書いたものに対して合ってるか合ってないかっていう判断はしたい。何もないとこが合ってるとか合ってないとかって分かんないじゃない、あるとなんかここ広いなとか自分ずれてるなとか自分の絵で判断できる。なるべくそれが早い段階で気づきたい。逆にだから、もうバコバコ、特に鉛筆なんで、でっかい調子とか乗っけるより、まず、要素を増やしてって、合ってきたなって言ったら、バン、調子乗っけるね。ドンって乗せると。全く一緒だな。一緒なんだ。仲いいです。まあ、鉛筆だしね。うん。取るの大変つけるの。木炭の人とは全く違うからね。そう、なんか言い方がそう。また隠してる。でもなんか俺ね、今ね、紙の真ん中間違ってた。やばそう。結構でかいとこだ。今、あれと思ったらね、紙の真ん中ね、ちょっと間違ってたね。このテープのね、ここが紙の真ん中だったのね、こっちでやってた。なんかおかしいなと思ってた。なんかね、マフラーの太さの辻褄が合わないんですよ。目は合ってて下がずれてた。だからなんかおかしいな。この段階でみんなそう、うわーみたいな気づいてるのすごいですね。あやべえ、もう完成見えた。なんか二点三点しすぎなんだけど、状況が。何？さっき中心が合ってなかったみたいな。それね、みんなをほっとさせるんだよ。あ、そういうやつか。そう、そういうやつ。お、モリエルだ。入った。すごいな。ね、どう？タクト。これモリエルじゃない？モリエルですね。間違いなくモリエルだよね、これ出ますか、ね。すごい。最大の黒乗せる。いや、もっと黒入る。はい、どんどん。もったん、取って形にしたいからね。結構がっつり一回黒乗せてから、こすったりして、さらに乗せてみたいな。マイナスの仕事で作って、画面の大森さんもそれ言ってた。
温度面積。タクさん、タクさん、はい。このね、この段階で、よくしたい。面白い。こちら厨房でーす。あの、ちょうどね、今、あの、離れようかなっていう段階に差し掛かる、あの、手前の、あの、最も楽しい、楽しいというか、ドキドキする瞬間。要素がね、一回置き終わると思うところで。じゃあ、とりあえず、一周目終わったかな。こっから、一回離れて、うん、どうの検討する時間。作戦を立てないといけないんで。ここで会うとね、ここで会ってたらもう、かなり、そうだね、心理的には楽になるけど、ここでさ、すげえ構図とかさ、プロポーション取ってたら、変な汗が出るっていう感じ。約25分ぐらいですね。25分でしょ。だいたいここで、勝負が決まる気がするけど、こういう駆け出ししてみましょう、皆さん。あの、なんか県外線にね、うん、最初から最後までかっこいい書き出し、かっこいい見え方のまま進んでいくにはどうしたらいいですかっていう質問があって、うん、なんかね、こんなイメージで。こんなイメージ。まぁ、あ、ちょっとまだかっこいいってことになってない。なるほど。ここからだね。いいなぁ、顔が全然まだ。ここから見るように頑張ろう。よし、一回ちょっと離脱します。客観性を取り戻す旅に出ます。旅に出る。顔似てるこれ。こっから似せればいいですよ。ごめん、わかってる。なんか、もっと楽しく言うてきてるけど。勝負モードこれで顔描いたらもう完璧だな、俺。これイーゼル、元に戻せばいいよね。はい。一回出しても。はい、大丈夫。一回やっぱ狂ったの置いてみて。うん。からでしょ。ここからでしょ。ね。うん。一回狂ってからっていうのは。さっき俺が言ったこと言ってないし。一回狂ったの書いてからみたいなとこ。俺さっきどこで言ったの。あ、腕回りちょっと狂ってしまう。あ、これ。ここの面のつながり。これ一つだ。一時浮かれました。あ、これなんかここ、ここちょっとこうして、こうして、あと工具を、うん、工具を多分、今、細長いのを、うん。うん、まあ、あえてなんだけど、そこ。あ、もうこれで。あえてなんだけど。あ、いける、はい、いける。あ、もう見えた。うん、もう見えました。俺もね、もう見えたよ。あえてなんですね、みんな。ね、俺もあえて、あえてくる、最初狂わしてたから。あ、見てる人に向けてね。なんか真似されたような気がするんだけど。一回あえて狂うみたいな。もう狂ってるなって思いながら書くって結構大事です。狂ってるから手を入れないだと治んないですか、ね。うん。狂ってるからこそ形をはっきりさせて、どこが何いかほど違うのかって。うん。ね、だから、それであれだよね、もう狂ってるなって思わせるっていうね。そうそう、あえて竹尾さんに狂ってるって思わせて、そうそう。そこから、あ、楽勝だな。次1時間経ったら、うん、あれ、うん、持ってるみたいな。え、なんだ、こいつ気づいちゃったのバカ野郎、初めから気づいてんだよ、みたいなね。この時間帯にこう、何が狂ってるか、だいたい、そう。いつも似てる。うん。だってさ、結局そこ直ってきたら、もう、すーげー良くなるっていうイメージできるもんね。うんうんうん。狂うの恐れちゃいけないですね。うん、それかもしれないですよね。あ、これで狂う。そう。ぐるぐる、ほんとこのまま直して持ってっちゃったら、これあと、30分とかで終わっちゃいそうだな。1時間ぐらいで終わっちゃいます。うん。そうすると、多分、ちょっと精度が低くなりそうなんだよな。うん、ここはもうちょっと我慢だな。一回、あんまり喋らない時間帯に突入してるかもしれない。あ、それはいいんじゃない？自由でしょ。
パンツパンって感じ。あ、でもね、今輪郭を消してるパンツの感じかな。もうちょっとね、当時少し手からですね。微妙の形の狂い気がついたんだ。うん、直してる最中に喋んないとダメなの？あ、たっちゃん今回してないでしょ。今回してない。たっちゃん回しなくていいわ。ポイントがすごいのよ今。解説したいポイント。早いんだよ。解説したいことがね。はい。どうぞ、シングさん。あの今ね、形めちゃくちゃ直したくて、ただこの画面上部のこの辺の構図がね、画面の上の方って白いからさ、はい、書かないまま放置しがちじゃないですか。うん、ここすげえ頑張ってるんですよ。ね、明るい方取っとくとね。先にね、ちょっと進めとくと、構図安定してきて、うん、形の狂いもね、気づきやすくなると思うんですよ。ここの方ね、取っときすぎるとみんななんかね。うん、そう、だから序盤でさ、この画面上部の髪の毛のさ、うん、こう、はい、から上、おでことか、この辺のさ、うん、要素をあんまり描かないまま進行してる人って絶対プロポーションしっくりがちで、そこだけなんか広くなっちゃったりする。電波からです。ちょっとこの顔がなくなっちゃった。めっちゃ、めっちゃずれですよ。めっちゃ直す。軸から直す。なんか動きってねえな、頭の位置が1センチぐらいずれです。やっぱ思い切って動かせるのすごいです。武田さんのとこから、とか何の武田さんの集中。いや、もう顔のポイントちょっと、少し入って、で、もうおそらく、一気にいけるっていう、そういう準備段階がもう整いましたっていう感じだね。準備段階が整ってきたなぁ。え、もう直したし。なんかさ、今、かぶせてくるよね、すごくね。面白いの、新聞そんなのかぶせてこなくたっていいじゃん。ちょっと、少しね、解像度上げて、形の狂いの。すごい。青だね。今30分ちょっとかな。すごいね。じゃあ15分出たんだけど、倍も書いてる。なんか慎重になってるんだな。じゃあ、あれが慎重じゃなさすぎたんだ。普通？こんくらいか。こんくらいで普通に。あ、相当今の慎重だな。うん、それどころじゃない。朝一が言い訳にならないぐらいですけど。なんか、ピタッと来るまで油断ができない。アニメって割とあれだ、いいよね。すごい、必ず失敗談が、失敗談エピソードが必ず入るっていう。やらかしてるから。うお、もう言えるぞ。すごい。治ってるな。ん？治ってきてるよ。あ、いや、最初から狂ってないよ。言ってることはめちゃくちゃや。あえて。言ってることはめちゃくちゃや。面白いね。あそこまでなんかこう、秒単位で言うことがさ、嘘つくっていうか適当なこと。すげえな。狂ってたんですけど、見えてたんで。これが何センチこっちかな。今の根は誰に？ジャズ君みたいな。あ、そうだな。ジャズしかといいよね。余裕ないから。おっと、結構かっこよくない？どうすか？うん。顔になってきた。顔になってきてるでしょ。うん。で、こっちからパーン光当たって、で、頭部の向きと、ボディの、ここもうちょっとグーッと引いていくけどね。うん。ここに空間、今からどんどん作っていく。で、
これぐい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 、もうぐいぐいぐい引いていくんです。そしたら、もう完成かな、ボリエールになりますね。うん、でこれ変にね、なんか擦ればいいっていうふうに擦ったりするんだけど、僕はもう一回こっからの髪の毛をちゃんと面作って面作って面作って、またこっちからも面作って、またここも面作って、こっからも面作っていくっていう、うん、面をどんどん作りながら階段状に引かすっていうふうにしていくんです。階段でもそんな複雑に、うん、だからプラスの作業よりもこうマイナス、あ、うん、マイナスでこう指で指とかガーゼで取って反射光とか作って面作って面作って面作ってっていう感じでどんどんやっていきます。同じくですでも真似するのも絶対やってくるかぶせるね、なんかなんでジングルそこまでかぶせてくるんだよ意味わかんないに期待してる。あのシングルさんはモリエルの顔似て、すげえバッチリ似たなって思ったことはないね。毎回モリエル見ないんだよ、またで。誰が作ったのモリエル？ウード。あ、確かに。ウード？ウード。ウード？ウード。ウード。比較的新しい。そう、そうだよね。うん、神様じゃないね、これね。うん。隠蔽写真かなんか。たくさん。はい。早い、ちょっと。すごい。落ち着く。落ち着く、早いね。今です。今、解説、はい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 、今起きてることを解説して、はいはいはい、今、顔ばっかり描いてるな、こいつって思われて、思われるだろうなって思いながら描いてます、うん。ちょっと思ってました。なんでかというと、ここら辺は、はい、もうここ暗くしたら手前に出るかなっていうすごい浅はかに考えてて、なんか奥をジュジュジュって、いや奥を奥から描いてるんですよ。いやいや俺手前から描きたいタイプよ奥ジュジュジュっていうのは顔点ねにいるとテンション上がるから、テンション先作りたい、うん、作りたい。こんなんでもすごい濃くさ、うん、少しタッチ、ね、タッチ粗めにダーンって出せると思う。位置によってはこれやったらね、うんうんうん、顔側はやっぱり顔から見せたいですよね。顔が似たら安心。テンション上がるんで。顔に、ていうかね、僕顔を似せるのにすごく時間がかかるタイプなので、一発で似ないから。今どれくらいなんですか、時間。今時間は40分ぐらいですね。40分ぐらいか。40分ぐらい。え、40分経っちゃったの？45分ぐらいですか。40分ぐらい。あ、やべ、じゃあちょっと。意外と3時間短いな。でもまだ3分の1も来てないし。おかしいな。俺もちょっと早いんだけどな。がっちり完成させるつもりなんだけど。そう。だから、思った通りですね。うん。あ、先生、先生の顔から。でもね、それは今、そういうふうに言ってるだけで。また3秒後に変わる。そう。僕、どこで本当に。ちゃんともう描写しちゃおうかなっていうのを、今少しね、明かりにかけてるんですね。最後まで。うん。要するに今、ぼんやりした感じで描いてるんだけど、うん、本当にこれピリッとさせて、その時に、本当バシッと合ってないといけないから、うん。だからまだピント合わせてないんですよ。うんうん、で、これ、この位置で頭部がもっと、ピシッとこう、表情も含めて合えば、もう、頭部、髪の毛も含めて、うん、あと、まあ、ここは隅っこいけど、ここももう原因が、ここがダメっていうのはよくわかってるんで、だからもうそこら辺が、うん、こう合わせちゃったら、結構近めになってぐーっと描く瞬間が、もう近いかなと思ってるんでね。でも、それで本当にいいのかっていうところで、もうちょっと悩みたいわけですよ。検討中なんですね。うん。構図でかいかな？待って、ちっちゃい。どう？いや、髪の毛はね、多分ね、寄せていくから。ああ、そう。構図は、設定よりちょっとでかくしちゃってんだよね、俺ね。大丈夫だと思う。どう？隣が大きいんで。そうでしょ？だからやっぱね、これぐらいの大きさを持ってないと、って思ってるんだよね。
ヨウさん閉じてる。うん。だってこれネガティブな感じだとどんどん1ミリの狂いは2ミリになっていって、あさってしあさっての方向になっていくと、もうあの、いや、モチベーション下がるじゃん。ちょっと、やっちゃおうかな。やっちゃおうかな。やっちゃおうかなっていう気持ちが、本当にもう、乗車していっちゃいます。まず、一旦。服用は大事なんだ。うん、どちらにしろ、どっかでは、やっぱ書かないと形にならないから、うん、でっかく、もう本当にでかいのと小さいのの組み合わせだよね。うんうんうん。はい。でかいのができたから細かく書くんじゃなくて、はい。同時進行、両方、交互に。ああ、いいこと言うね。だから細かいの書かないと、細かいの書かないとね、本当のところの形見えてこないんですよ。木を見て。マジで。森を見ずにですね。うん。僕は本当細かいところ書かないと。いや、本当にそう思う。ね、ごめん、なんかさ、かぶせられてほしいんだけど。かぶせてるわけじゃなくて。いや、どう見てもかぶせてきてるんだけど。本当にそう思う。あ、ありがとう。でもさ、俺今喋ってたのに、なんで横取りすんだろう、シングって。すいません。横取りしたいじゃなくて。いや、違う。賛同したからな。賛同しただけなんだけど。あ、そう、俺なんか横取りされた感じ。さっきだってシング丁寧に喋ってたな。うん。矢部くんがね、板挟みになってた。うん。そんなつもり全然ないんだよ。なんか予備校時代にさ、先生に、うん、ま、細かいとこ、いきなし書きすぎじゃねとかってさ、もっと大きくとかって言われたりするさ、なんか、あるよ、ね。のがあるから、未だになんかさ、怒られるんじゃないかなみたいな思っちゃって、序盤から細かいとこ書いて。細かいとこもね、書かない。細かいところ、大は小を兼ねるじゃないけど、大きな形っていうのは小を含んでるからね。小を捉えないと大きい形って捉えられないんだよっていうさ。詳しいことですね。竹野さんは言った。竹野さんは言った。2回繰り返して。大事なことなんだよ。大事なことだから、何度でも。そろそろ1時間ぐらい。そうだ、あと10分ぐらいで1時間ですね。1時間か。3分の1ですね。結構。シングルさん。思い切った。フルを乗せてますね。僕は HB で、ちょっと髪の目潰しながら影面折ってて。はい、頭部は、そう、頭部とか。この辺とかも奥に持っていきたいから、うん、あんまり芽が出ない切り替えてやったんだけど、手前はね、2B。少し、表情あら大きめに出る鉛筆で。チャズ君も全く同じ人だと思ってますか？もうそろそろ手前引っ張ってたいですねって感じなんで。1時間でもう手前をコンと。そう、多分結構シングルの進め方近いかも、見ていて。顔決まん、ある程度決まってこないと、やる気ねえ。で、まあ、顔やった以上、ちょっと手前出すか。ああ、じゃあ俺と一緒だ。うん。なんか顔が、なんかある程度見えてこないと、なんか乗んないんですよね。体やってもう一回顔直す。もちろん、これ顔ばっかりやりすぎだな、みたいなさ、うん、なところはある。全く書いてないとかさ、こっち濃くやりすぎとかさ、それはよくないと思うんで、顔ばっかり書いて顔がどんどん手前に来ちゃうみたいな書き出しはよろしくないと思うんで、やっぱ顔に対してもっと強くみたいな色、だから別にこっち先やってここに対して奥にって作っていくでもいいけど、でもいいしとは思う。本来そっちの方が成功法だと思う。うん、この位置書き慣れてるから。いいけどね。なんかイメージはつかめてる。確かに、写真も似て、一緒に似てる。でもなんかね、俺ね、今ね、すげえこれ、いいのになるっていう。うん、
見えた。完全に見えた。カクトありがとう。もうすぐセットきますよとか言うので、見えた。昼前に一度、ちょっと抑えるとこ抑えとかないかなっていう、おその気持ちで、うん、午後につながる一本、奇跡打ててる。確かに。三人ともちょっと体を、意識して、手を押すなんかバランス悪い状態で見られるのよ。顔変えたくなしかもまだ見切ってねえしみたいな。気持ちいいとこばっかりやってんだ、こいつ。うん。なんかさ、いつも言ってるけど、もう全然違うじゃないこの人たち。なんだろう、わがまま来んだみたいな。ギャンブル性がありますからね、バランスを書いて書いてると。うん。うまくいってれば近道なんだけど、失敗するとすごいなって。手堅くできる人って本当でもバランスよく書くのかな。なあ、そうなんじゃないかな。でも滝尾さんとかは割とバランスいいですよね。バランスいいでしょ。彫刻だからっていうのもあるじゃない。粘土付け的な感覚がある。うん、あ、荒付けみたいな。荒付け的な感覚がある。それはまああるだろうね。辛抱とか。辛抱ないのに。さすがに俺いきなり目から描いたことないもんな。さすがに誰もしないもん。そうだもん。目から描けるじゃん。絵って。確かにね。いや、形絶対合わないし。あ、そういうもんなんすか。え、そう見てくるよ。やばい、恥ずかしい。そうでしょ。今ね、その話だった。まあ、加山くんが描いてるよって。やめて。宣伝しないで。あるの？もう出るし、マジ2,3 日近く通ってるし本当に死ぬの一発で決まるまだ擦ってないね擦ってないねうわ、塗り、ほんとだ、ずっと塗ってるっていうか、書いてるめちゃくちゃ擦ってるマスだな擦らなくても紙の目に鉛筆入れればええやんみたいなまあまあ、理論上ね大変じゃん狂ってる聞いちゃうパターン。そうでかい、はい、検証タイムじゃないですか、これは。おでこ、生え際の角度とか、おでこの髪の毛の生え際の角度とか、はい、横の方とか。もっとこう。みたいな。人かってなんかチーム戦なんですか日本は日本は狭く見えるよね。そう。もしかして尾球の位置高いかな少し。かもね。さすが。こちら。午後。あでも分かった。お昼行こうよ。何分ぐらいです。今ちょうど1時間。1時間え、あと3分の1か。やば。忙しいじゃん、午後。お昼は行くか。行きます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 が、行くに行けない。母さん、好きだよな。なんで好きだよ。あれが欲しいな。はい。やっぱ種類ですよね。ガーゼ、殺筆ですか。スティック型なんかな。スティック型消しゴム。ね、あったけど。デザカ。セザ、はい。すみません、ありがとうございます。謙虚な言い方。すみません。右置いておきます。右の足元置きます。何よ、あ、スティック消しゴム。これはね、3時間かかってます。うん。iPad で撮るとすごい、動かすと画面が近いから酔っちゃう。こうやって固定して喋った方が、緊張しちゃった。続々と降りてきてますよ。ん？セロたち。はい。チャズ君の後ろに5人ぐらい。怖い、やだ。
回抽選しませんか。いや1時間ぐらいでしょ。うん、じゃあインタビューしてって言われた、はい、何聞いてほしいですか。え何聞いてほしい。なんか見どころとか見どころ、うん、もしくは、なんかここどうなんですかとか、うん、言ってほしい言ってほしいここってもう、でこれなんでこうなんですかとかさ、うん、あ、実は忘れてたかもとか。頭の形問題は解決したの。ね、まだ完全には解決してないんだけど、さっきちょっとよくよく見たら、うん、単純にね、まだ これもあれなんですけど、その鼻球がやっぱちょっと高すぎて、その分顔が間延びしておでこが狭くなって、あと頭部とのつながりをちゃんとかけてまだ書いてなかったから、単純にここら辺がだいぶ、うん、違かったです。だから修正されたんですか。うん、でもね、まだね、こうここら辺ちょっとポジションがちょっと眼球も含めて上がりすぎで、今度 気にしすぎてやりすぎてるから、ちょっと適度にちゃんとピシッと抑えて、うん、もう一回その正中線に対しての横軸を、はい、髪の毛も含めてパチッと合わせなきゃなって。なんか、でこう部分だけじゃなくて他のことも考えないといけないですね。いや本当そうなんですよ。だから顔だけになるとやっぱり周りとの髪の毛とかのぐるりと、うんうん、関係性の中でも頭部だから、そこのポイントがずれると両線ずれちゃうから、こうなんか、うん、怪しくなってきちゃうんですよね。いろんなことを考えて書いてるんですね。そうなんです。だから体が一度生っぽかった炭を全部今押さえて、あの、まあ、初めにこう全部真っ黒くしてたけど、今全部こうここでこっちに、うん、手のこういうところで抜きだけじゃない、はい、抜きながら、はい、でまだまだ反射光を作りながら描いていったら、でもあんだけ炭乗せたんで、うん、抜いて抜いて描いていっても、うん、こっちの明るい、うん、あの面に対してはもうあの多分まあ殺した面というか炭で擦りつぶしてるから、もう差はついたままの状態で計算づくでやってるんですね。計算してます。かっこいいなんかそう言われると照れるしなんかもう手が進まなくなってしまう、ね、そういう先生もそういう質問のされ方ってなんかいいですね。カルミ先生は腕の方に書いてますね、カッキリと。そうですね、なんかちょっと基準作ろうかなと思って基準、そう、暗さなりちょっと形が今修正点が多かったのでだし、うん、バサバサしてたから、うん、なんかカチッと一箇所こんぐらい書くよっていうのを作ってて、そこに全体を合わせていこうかな。なんか漠然とこのまま進むと3時間という時間内が終わらなそうなんで、なんかちょっと切り替えてきた。そう、自分でまあスイッチ入れるじゃないけど、うんうん、気持ち切り替える感じ。もう551、うん、この仕事を入れてみようかなと昼飯食いながら考えてました。あ、じゃあもう食べてる時に計画をね、そうね、さすが食べて飲むのしかなくて。田上先生のその背筋は石膏デッサンを描くためにある。そうです。もうこの背中からこの腕を動かす。小手先で描かないように。手首じゃなくて肩から描いて。肩から描いて。じゃあ肩も大きくなって。やるね。あとマルスとか貼ってあれ自分の体で確かめます。もうすげえ。たらここへこむんだ。もう男前貼ってすげえ。さん、おとなしいですね。そう、僕今ね、最も集中力を要する作業に着手で、結構細かいところにピント
入れ、はい、合わせてて、うん、その分全体の中での、うん、こう座標、例えばこことここに対してここら辺でいいのかみたいなのをめちゃくちゃこう聞きしてるんで、話してる余裕がないぐらい精度をこう気に1ミリ2ミリぐらいで考えてるんで、でも今一番顔が見えてきてる。これそうですね、置いてみて、まあ例えばこれをちょっと1ミリとか2ミリとか狂ってるなっていう、うん、気づくために入っちゃう、ピント合わせて、そうしていかないと最終的に1ミリ2ミリ狂う、うん、逆に。でもそのそれだけかっちり書いても狂ってたらしっかり修正してくる。もちろんだからピント合わせないと、うん、より高いこうなんだろう精度は目指せないですからね。竹雄さんがそういう風に。なんか俺さ、またなんか誰か俺さ、なんか言ったような気がする。かぶせて。うん、うまいな。ここさえでも超えたら、うん、もうあとはもう、うん、寝てても大丈夫みたいな。寝ててでもなんとかなるみたいなのがあるんで、ここでちょっと、うん、何もないでしょ。頑張る。寝たら終わりだよね、そこで。あ、光線変わってきたね、結構ね。自然光入ってますからね。そういうことか。光が結構強くなってきた。これどうしようかな。こういう時ってどうするの？はい。は最初の光の設定を忘れない。合わせないです。合わせていくと本当にどんどん動いてる。あ、そうなんだ。シングは？僕側はあんま変わって見えてないかもしれない。あ、変わってる。うん、結構変わってる。どんどんコンタクト上がってきてますね。どうしようかな。僕結構。でも序盤で僕そこまで光線作ってないかもしれない。右側結構明るくなってる。ちょうどいいか。周り込みが明るい方がいいんだ。臨機応変。うん、臨機応変。高さん、光の方向すら変わってるレベルなんですか？うん、結構。方向は変わってないけど、あの右側が結構明るくなってきてるから。でもまあ、あれともくね、狂ったよ。真っ黒じゃなかったから、黒くしすぎてたんで。なんかやっぱり、まあ、木炭だと、うん、全然素材が違うから違うけど、白銅紙と太陽紙も結構気がきますね。うん。塗り方がやっぱり。ああ、そう。まあ、言うて、なんていうんですかね。使う鉛筆とかでもだいぶ変わる。うん。さやね、ステトラでしょ？ステトラ。ステトラ派。シングさん、ユニ派。僕、今日は、どっちも使わなきゃ今日はユニで。使い分けのポイントとかあるんですか？ありますね。これ、意見が。意見？それ、木炭でしょ。なんか、俺も鉛筆書くようだったな。話についていけないんですけど、全然。え、でも木炭も、竹尾さんの好みとか、やっぱ人によって違うんですか？ありがとう、そう。これ割と柳好きなんですけど、出だし。柔らかい感じで。でも、割と固めの木炭が好きで、鉛筆に近い感じでタッチ生かして描いていく人も中にはいるかな。秋代さん、なんで柔らかいのが好きなの？なんかね、可変性がすごくある。可変性、はい、墨を動かしやすいし直しやすいからです。僕結構ね、狂うので直しながら、ちょっと僕、素像っぽくやるの好きなんですよ。粘土ですね。はい。だから、足して、取って、足して、取ってっていう、そういう風に、色もそうだけど、形も。じゃあ、画面の中で立体を組み立ててるんですね。あ、そういうことです。じゃあ、木炭終わり。はい。鉛筆はどうですか？なんかこだわりとかあります？
外ホーリーはステッコラーの理由は硬いんですよね、ユニと比べ、ハイユニと比べて。だから白造紙だと結構ふかふかしていっちゃうっていうか、自分の書き味だと書いてるとどんどんボソボソしていっちゃって、それを抑えようと思って擦ったりなんなりやってると、どん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 汚れてっちゃうので、割とそんなにバコバコ手数を入れて書くタイプじゃないから、一撃で質書くときなんか色の質も作っていきたいので、まあ2つかけてかけるような固めの鉛筆の方が好みってので、ステッカー使ってます。でも結構日本側の人ってそうですよね、うん、やっぱ白銅紙がちょっとツルツルしてて質が出しにくいからな、うん、そうカリカリ書いてくる。日本側ってステッラ派は多い、ハイユニ派はいない。ステッカーのステッラ派が多いと思う。多いんだ、うん。なんかわかるような気がする。なんかがステッドラーハ多いって。うん。あ、2H とか重ねたいみたいな。でも抵抗感欲しいんじゃない？なんか。うん。鉛筆なんか流れちゃうよりは、そう、刻みが止まってくれるっていうか。さっき言ってた可変性がないのがいいかもしれない。かもね。ビタッと一発で定着させるような。ユニは柔らかいですよね。うん、柔らかい。デザパーでも結構個人差あるかもしれない。うん。ユニ派、半々ぐらいなのかしら。いいの。半々ぐらいなのかしらっていう。なんかこう言い回しが優しくていいよね。僕は気分で切り替えるんで、なんかその日の石膏の雰囲気とかで。じゃあその鉛筆の素材も把握してるんですね。ある程度はそうですね。やっぱハイユニは、なんだろう、影とか黒、中間トーンより濃い色がかっこよく構成されてるときは、ハイユニで結構行きたいなみたいな。逆になんか、半分ぐらいのトーンより上の色味が綺麗なときは、ステッドラー以下しかない。なんか、得意ななんか、色のエリアが違うんだよね、ハイユニとステッドラー。ハイユニはなんか影側の色味を豊かに作りやすい気がするんですけど。だから、なんか両方使うことも、人もいるし、僕はあんまりめんどくさいの嫌なんで、どっちかに絞りますけど。光側をステッドラー、影側をハイニっていう人は結構多いです。頭いい感じがする。ステッドラーの乾いてるから、光側の乾いてる雰囲気にフィットするんですよ。うんうん、ハイユニのしっとりした感じが影感にフィットする。テクですね。うん、テクです、テク、うん、タクロさんもなんかそういうの、はい、タクリしてる。何を真似してきたの？あ、全然真似しないです。うん、仕上がりのリアリティで勝負しましょうね。あれやってかけるかな。適応した、うん、発筆を本気出しましたね。はい、うん、やっぱこう、こういうところ発筆必要だな。発筆って手でこすったりするのと違うんですか？うんと、ちょっと先端尖ってるんで、あの細かいラインをデリケートにこうにじまずに
はい、にじまずにじわーってにじまずにピンポイントでそこを区切りを境界を髪の毛の微妙な反射光とかを描いたりできます、うん、でやりすぎると全部ぼやけちゃうので、うん、さっきずっと手にしてるとちょっとやばいやつになるやばいやつ、うん、ちょっと細かい仕事し始めましたね、うん、そうちょっとあのやっぱ新聞とかの見てると、うん、あ顔面とかピント合わせて1ミリ2ミリのちょっとしたズレ、うん、を描くことでちゃんと把握、うん、してそこから修正が始まるみたいな。さっき言ってたもんね。さっきね僕が言ったこと言うからなんかちょっと悔しくなってそもそも僕言ってたなみたいなね、うん、でやっぱ顔見せたいし、うん、ちょっと時間をかけようかなって思っています。デッサンってなんか終盤特にですけど意識が混濁してくれるじゃないですか、うんうん、4時間5時間ぐらい経ってる時ってで今ちょうど2時間ぐらいなんでまだ明瞭なんで意識がその間に顔を似せるっていう意味合いが結構ありますね。早見先生は顔いかないですか。顔ってなると顔行き過ぎちゃうんで明るい側っていこうかな。明度が高いところを決めちゃってそこに対して影が作っていくぐらいの感覚で、で顔がそこに伴って似てくればいいかなっていう感じですね。やべえな俺完全にハマった。あの細かい描写、はい、にハマった。ハマった。はい。もう抜け出せない。これで違かったらもうアウトだな。うん。一か八かに入りました。入った。やっぱね、ちょっと人に感化されちゃうよね。僕でも外さ、これでどうにもならないな。ならない確信の上でやってますから危ないですよ、誰さん。危ないね。まあでも、たくさん大丈夫だと思います。また油断させようとしてる陽動作戦。これ、チームもやばいっていうのはないんだな。いや、ありますよ、なんかね唇何ミリ上だなっていう気づいちゃったんです。うん。今じゃね、俺も唇ね、2ミリ上げたところなんだよ。何かさ、何ミリって何だよな。本当に正確に描くと変な顔になるのそいつ。分かった。ここがす。分かった。ここが超上がるんだ。唇が上がるんじゃなくて、穴の、ここが上がるんじゃないか。むず、見えるの違う。なんか、木炭の種類変えました。おバレた？バレた。はい。今水木に変えました。水木とはちょっと硬い、なんかね細い、うん、ちょっと硬いやつ。ちょっと鉛筆っぽいやつ。細かい作業。はい。あの頭部周りの目周りとか頬骨とか回り込むところですね。細かい作業もするんですね。ちょっとあのお隣さんたちの熱を受けてちょっとあ僕もやりますよみたいな。そういう顎がのぞのぞの人、なんか白
シングさんのこう人書き人書きが強いですね。あ、一発にやってるって感じ。そうですね。もう形と色を一発で終わらす、うん、できれば。すげえ。なんかあらかじめ今 HB と灰の HB の F と 2B もあるんですけど、手元に割とこう手前置くと面の向きに鉛筆の種類と筆圧を割り振ってるんで、割と色はピタッとこう大体決まってくんですよ。場所で鉛筆を変えてるんですか。そうですね、場所と、まあ練り消しで調整をするっていう、うん、なんかだんだん濃くしていくみたいな、二度手間三度手間みたいになりがちなんで、うんうん、徐々にというか、もう答えが見えてるんですね。はい、形がどうなってるか慎重に見てますけど、1時間ぐらい。うわ、マジで？やっぱダメだな。やばい。細かくやりすぎてるな。なんかやってないとこいっぱいあるわ。うん、あと1時間でどう仕上げていくとか計画あります？今ね、無計画になってます。よし、僕ね、裸眼とメガネつけるので全然違うです、うん、目的が今もうちょっとこうとりあえず顔、うん、細かく描きます。今から30分でほぼほぼだらしないところになくして、うん、はい、で一旦30分で爪が甘いけど一旦完成に、うん、はい、でその後30分でやっぱりこう見せ場になるところをもう少しピント合わすっていう感じでいこうかと思っています。プランは完璧。はい、プランは完璧ですね。はい、プランどおりにいったな。アルミ先生は、うわ、まあ今完全に明確になってる。お、なんか誰か言ったのか。大丈夫、計画になってるんで、まあ顔がちょこっと見えてきたから全然やってないところをバカッと30分ぐらいでとりあえずの完成度まで持ってって、また見えてくるところを最後にビシッと終わりました。また誰かが言ったのと似てんぞ。まあプランは完璧。インタビュアーの言うところで、まあ、バカだと思う。今言ったね。シング先生は、私は出たゆとりだ、うん、なんか余裕がある感じがする。ちょっと峠は越えたかなって感じはちょっとしてるんで、微調整しながらバランスと、うん、取るにはまあ1時間あれば少し見えてきたかなっていう感じがします。ちょっと余裕そうな発言ですよ。うん、分かんないですけどね、離れてみたら全然やばいかもしれない。まあ、あれですけど、やっぱ首とか顎周りとかって視線が動くとだいぶ形変わるじゃないですか、はい、細かいところないか、なかなか違和感が消えなくて、ここさえなんとかなればなんか安心できるんだけどなって感じですね。今とか12時間あるじゃないですか、はいはい、でそのただ12時間すごい長いから、その間にいろんなことがあります。いろんなことがあります。もう12時間あると逆にもういくらでも疑心暗鬼になりますから、そのおかげで形の精度とかは上げられるんですけど、変なハマり方するとやばいですね。逆に短時間にされるとその変なハマり方を3時間でやらかすとマジでやばい。今はちょっと危ない。だからどっかで一回顔から離れないとなって思ってる。でも離れられない。今離れたくない。伊藤さん、今まで盛り
らい経ちました。どうだろう、さ、5万ぐらい。え、あんまり文字より書いたことないです。彫刻であんま書かない。うん、俺彫刻で受験生の時書いたことは一回、講師になって初めて。あんま出ない。出たことない、彫刻家で。なんでだ。なんで。そう、ちょっと装飾的っていうか、うん、うん、文字とかもね、別にあの古田氏みたいに、うん、そういう裸の骨格とかそういうのを見逃すように作られてるっていう感じでもないし、うん、装飾的な。どうなんですかね。うん、そういう、そう思うけど。デザインって出ます。うん、出ます、出ます。数年前に、僕はモリエール、なんか初めて描いたデッサンがモリエールだったから、好きっちゃ好きですけど、思い入れはあるし。初めて描いたのはやっぱり覚えてるもんですね。予備校で本当に初めて描いたんです。ちょうどこんくらいの位置でした。ちょっと右だった。もう初めてがこの結構でかい胸像から描いたんだ。まあ、そうそう、春季講習みたいな。初めてのどうとか覚えてないな。ボルトか。おじさんがくれた。あれじゃん。芸大とか受けるんやったらな。石膏とか100万ぐらい買わんと絶対買わんぞとか言って。それでラボルト。ラボルト。うん。送ってきた。それ今博多弁のつもり。あ、はい。ちょっと失敗しました。時間。1時間切りましたね。マジかよ。あ、そうだ。あの、ふんまるさ。はい。どうこれ。なんかその、改めましてみたいな。だってちょっとほら、このままでいいのか、いやもうさっきのが全然良かったから、一回こういう風にした方がいいとかさ、そういう。うん、アドバイスとか欲しいじゃん。止まった。考えた方がいいかなと思った。貼り直し。私試験の時その辺だったんですよ。はい、うわぁ、受かった時。受かった時。ほうほう。だからね、いろいろ思う。それで終わりたい。いろいろ思うで終わりたい。いろいろとは。でもあと30分で完成させるんですね、一旦。うん、そう。一旦というか一応ね。え、30分なの？あと。いやいや、あと1時間あるけど、竹尾さんは30分で。一旦こう。っていうプランなんで。そう、生の炭とかはもう。残していいところ以外は残さないとか、そういう。どうですか。もうカメラがどこか行っちゃってる。ないの。早めとこ行っちゃったな。ん？いや、銀丸さんが思うところありますか。そこと同じところで書いたから。余韻だけ残してなんかいい感じの感じでどっか行っちゃったからさ、なんかみたいな。思うところは、思うところは言ってくれるんだみたいな。じゃあ竹尾さんに指導するなんて思いました。いや全然今の社会全然ね、そこ違うんだよなね。もう明らかに私書いたからもう分かるんだけど、そこ致命的みたいなね。なんか思ってんだよな。疑心暗鬼になってきてる。そう、これ大体ね、最後までね、疑心暗鬼ですよ。でも石膏はその常に疑ってかかるもんなんじゃないですか。って、うん、僕も思います。だから新宮とか、もうこれで全然問題なしみたいな、うん、そういうのって僕生理的に無理。いきなりビーフが始まった。急な
別にずっと疑い続けてましたね。だってそのミリ単位で直したりしてるからなんか確認はしてってるし、うん、でもなんかこの話か、うん、イニバルがシングの味方っぽい感じになってる雰囲気が俺としてはすごくなんかこうそうかな、うん、ちょっとこうなんか悔しいというか、えそんなに俺のなんか本気な間違いあんのかなみたいな。なんか光源がね、なんか地味に変わってんのかな、なんか。カピオさんすごい早いですね。ん？でもあと30分でできそう。でもそれが正しいのか正しくないのかっていうところでね。でももうどの道残り1時間もないですから、うん、もう突っ走るしかないですね。いやそうなんだけど。でも最後までやっぱりこう書きながらどっか直すべきところは直していかないとなっていう、とりあえずはもう目的を決めたから30分でとりあえず一旦仕上げてもう一回チェックしてっていうで書くべきところもう一回、うん、できる30分でできる修正箇所と描写っていう、これはもう自分で決めた目的だからね。言ったことはやる、言ったことはやらないと。髪の毛がめんどくさいですね。うん、ん？そう。めんどくさい。これほとんど終わったよ。え？ミスさん。心理戦。いや、一応そうやってちょっとでもゆとりある風に。いや、木管だとやっぱりプラサが乗せやすいからいいですね。そう。いや本当にそれはね、あの、はい、木炭のいいとこですよね。でもなんかそこから微調整できるのがまたすごいなと思います。お、なんか、うん、急にちょっとなんか急に優しくなった。そういう時って危ないよね。疑うってことだよ。なんか多分どっかすっげえ究極の狂いが。目3つあるとか、うん、髪を変えないといけない理由その1 あれ早く食ったんじゃないの？食ったけど、ね、すごい程度消費してる、うん、足りない、足りてなかった。こんなに焦ってる試験の時ぶりかもしれない。試験の時焦った？あの受かった最後のブルータスの年はめっちゃ焦った。それ受かったんだ。受かった。ってことは今回も、うん、今回もいいってことじゃん。あの時も終わり1時間半前に首が2センチずれるってことに気がつく。直した？直した。治った、治って見えるところまで収めたと言った方が近い。完全には治ってないんですけど、うん、でも そこでちゃんとメンタル的にも立て直せたんですね。そう。あと時間がどのくらいなのかっていうのに40分ぐらい、うん、お、あ、じゃあ俺あと10分でそう終わんなきゃいけない一旦ね。お、でもいけそう、いけるいける、すげえ俺有言実行だ。なんで？なんで？なんでいけると思ってるの？今なんで？絶対意地悪だよ。なんでって、確かにって言ってくれるのかと思った。なんでって言われたぞ今。なんで今の映画でそれ、なんで、なんでそれでよく言えるよねみたいな。うわぁ、今これ怖い、本音は来た。やだ、なんでそんなに冷たいの。何かに、肩の調子が常に何かおかしいのかな。何かに気づきました。下がってるね。顔から離れなさいって言われた。だってもう一個の俺にやばいよ。もう一個の俺がいる。もう一個の俺が、まあそれはあわいさんあかんぞ。なるほど。もう一個の俺が今日いないんだよ。どっか行っちゃった。冷静なの。
結構形直しながら修正してる感じですね、はあ、うん、だから最後まで一応こう、うん、絶対はないからいつもあれっていう本当にこうかみたいなのよくやっちまったりするから予算ぐらい枚数重ねててもやっちまうぞ。いや、やる。うん。俺、多分ね、もともとの性格がやっちまう性格なんだと思うんだ。なんかね、調子に乗って、あ、やっちまったっていうことが、すごく多いんですよ。プライベートでも。はい。はい。はい。もう、これ、勘弁してください。本当やっちまうんですよね。なんか。いい格好付けシーンになっちゃうんですよ。先生、大きい仕事してますね。うん、バコって、変化つけて。見どころを絞っていかないと終わらないと踏みました。やっぱり途中で全体感見直すんですか？そうですね。なんか、特に日本があるあるなんですけど、細かいとかが好きなんですよね、自分も。多分みんなもそうだと思うし。で、始めちゃうというか、そこばっかになってて、大きいそもそも量感とか塊感っていうのを、すぐ忘れちゃう。だから、どっかのタイミングでもう一回ガツッと入れてあげないと、バラバラになって終わることが、まあ、失敗としては多いかな。シルさん、髪の毛、端からやってる感じ？端、僕結構でも、なんだろう、端からやっちゃう癖あるっすよ。割とこう、バランス、ここっていうのが本当はいいんでしょうけど、あーってなんかもう、うわーっていきたいの。ただまあ別に、これはもう帽子かかなきゃダメだしなっていう。なんでそんなバランスを書いてるとはまあ自分では思ってないけど、固めそう見えるかもしれない。なんか昔から予備校の先生とか後ろに立つとなんか突っ込んでくることあるんですけど、すいませんって感じです。気にせずやるんですか？予備校の先生に突っ込まれたら、あ、すいません。みんな離れ出した。ちょっとバランス。いや、さっきも30分経って一通り一周したからね。あと30分ぐらいなんですか？今35分あと。俺もここの髪のここを描いたら一回離れよう。外して角作戦だね。マフラーと手前をベースだけで見せて。いや、俺行きますよ。なんかすごいマフラーとかも終わらせる勢いで今進行してるんです。あと30分かかる。こうおりゃーって言うのにやってるって3時間で終わるっていうのはなかなかペース感が難しい。難しい、本当に。なんかあれだね、頭部も量感出てねえんだよな。なんかバルブ無視したことやりたくねえしな。作業班 の言ってた やつですね、マスター。ごめん、衝突で意味がわからん。何ですか？何ですか？だから、かかずして、書いてる風作戦。変更ですね。手前はやっぱり、手前の腕なんかもう、粗めにしとこう。ああ、今、急に。ああ、シングさんの作品。はい。手前の腕はもう、あんまりもう、粗めにしたんだ、しとこう。
焦ってるな、時間。普段の30分もっとゆとりある。うん。30分？違う。残り30分って普段だったらもっと、あ、もう30分もあんのかって。普段逆に終盤の30分ってあんまりもう書いてないから。うん。構成って感じ。本番の時はでも最後まで書いた。新宮さん本番は何だったんですか？受かった時。受かった時は何だったかな。菩薩の生物デッサンでしたね。菩薩とジョッキと。そっか。あれか。うん、細かいシワが多いですね。しかも3人とも面倒な側で書いてるもんね。うん、そうなんだ。まあ、横一で書けばこんな面倒事はなかった。今何してるんですか？髪の毛の、出てへこんでおくいくみたいな、最後肩につながるところのこれ押しが弱かったんで、ちょっとそこを、そこをちょっとこう上手にしなきゃなっていう。でここ書いてここ出してこっち引っ込めて、ちょっとまだこっち足りねえなっていう。うん。もうちょっと表現しての最後、ここやっぱ面をもっとギタッとこう、こっからこう持ってって、こっからこう持ってってっていう最後ここ。じゃあもうあと30分やることそれ。はい。それでうまくいったら最後もう一回顔にもうちょっと戻ろうかなっていう感じです。ダメ？いいよ。本当違うんだけどなと思ってない、なんか。思ってない、ね、なんでそんなに。え、やっぱこれ疑ってかかんないとさ。この位置って台入れた方がいいのか。今更俺は入れる。入れる？俺は入れる。切り口の形状ってたら台書かないと、なんかもうすぐ台入れ始めました。台入れるべきだなのかもみたいな。なんで台入れるか入れないかってあるんですか？いや、だから切り口の形状がキモいなみたいな、台省略したら省略できないなって。分かりました。なんで最初入れなかったの？省略したいな、できることなら台なんて嫌だなみたいな思ったんですけど、なんで今になって確かに書いてない。戦略ミス。なんか新宮とか戦略ミスっていうの終盤にあるの聞くと、なんかほっこりするよね。そんなこともあるんだ。なんかちょっとこう、本当に自分の書いてるのがよく見えてる。マジで焦りますね。そうやって見ると早見くん細かいですね。やっぱ。細かいところ好き。すぐ引っ張っちゃう。細かいんだ。自分の会ではすげえ大雑把なタイプかな。僕デザイン課会では細かい。ああ、そう。目が。うん、確かに。これ、チョコ課会では最近細かい人あるでしょ。最近。そう、最近。細かいっすね。マジ細かいっす。神だったわけわかるんですよ。人をね、変な褒め方するんです。彫刻の連中って。いいな、神って呼ばれるんですよ。うん、やったとかね。神だ。絶対そう。この時間にない方のところまで。え、誰入れるっけこの位置。うるさいな。好きにしてくださいよ、向こうになったら。台入れたら、なんかすげえイメージ変わったな、絵の。それはそうだよね。だって結構構図の部分ですかね。うん。台の、うん。そう。信じられない。びっくり仰天。ああ、そういうこともあんだな。いや、モリエールって結構、形状を、
形状記録簿あの業者によってなんか台の付き方とか あるある。なんか俺の勝手なイメージで台書いたことなかったから、ここの位置、いや、そこまでちゃんと最初に考えてくれなかったな。この台の切り口のこのエリアの処理っていうか収め方をちょっと序盤考え忘れましたね。そうなんだ、ダメになったね。でも書くからにはしっかり書くの。そうですね。あとどれくらい ?15 分ぐらい。15分か、10分あるね。10分は、あと、はい、あと一応、半までは20分近くあるんですけど。あ、20分近くあるんだ。下がってみたりとか。めっちゃしたい。すげえしたい。よくわかりましたね。あのね、今ね、下がってみるとね、うん、見つけちゃうのが怖いです。でも見つけないままになります。はい、分かってます。すげえ、ボスに忠実。うん。でも、なるほどね。今ボキボキだ。邪魔してます。いや、いい。その邪魔ってくる。いいですね。何君が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 何君別にいいんじゃねえかっていう、むしろ。途中の見え方なんじゃないの。え、そうなの。あれなんか完成してないとダメみたいな。完成させるやつなの競技に。え、もう完成させる競技にしてた。完成するの。だってこんなガシガシやんないもん。うん、しないわ。諦めようかなって言ったら。残り10分でそれを。残り10分で悟る。お前だろ。そういうマジに何だかハマるんだ。竹尾さんは最初から追い込みっすね。追い込みっすね。あ、もう新聞もかかる。手前の腕書いてないんだけど。回してる気にしないです。あと10分ぐらいですか。あと10分。13分。そうですね。何をやるかによって。そうですね。技量が分かります、ね。技量がね、最後の。最後の最後。試されてる。試されてますね。シグさん最後はどういう肩パンプだけじゃん。肩かくだけ最後は。うん、肩なんか書いてない。肩書いたら終わり。終わりじゃないけど3時間でちょうどいいかな。イメージ通りかな。イメージ通りです。狙ってた3時間。狙って肩かい書くって困ったろうなみたいな。3時間はじゃあ肩かく。早見くん最後は。最後はどうしよう。今迷子。面白いね。最後迷子。今迷子。これなんやこれ。やっぱ最後はじゃあ迷子で。最後迷子。いいですね。はい。武田さんの最後は。最後。はい。今が回り込み、回り込みで一番最後本当バルール。ああ、最後はバルールで。バルールって何ですか。色の価値、色価だから、ここ墨ちょっと強いなとか、
ここ明るい面に戻さなきゃいけないとか、はい、バランスってこと？色のバランス、強い黒もうちょいここに欲しい、ここは強すぎるみたいな、そういう感じですよ。ここ光の通り道があったっていうのを見つけて、はい、ちょっと明るいのが表現したり、通り道ぼちぼちですか？マジ？あと10分、ちょうどあと10分です。やっぱり最後みんな離れることと多いんですか？本当はね。さっき離れてたよ。そう、さっき離れなかったから。はい。慣れてもらった。面白い。インタビュアー優先の。いい新しいですか。あと引いてる方が平坦だな。あとやっぱ。引いてる方が平坦。うん。出すとか。あ、もっと。ここ？ここ？やっとこだろ。やるな今る。やるな。手が疲れちゃった。録音するのはやっぱり大事なんですか？これ、杉山ってやつが言ってたんですけど、はい、手の向きが難しかったら、こんなに転ぶよ。全然聞こえない。だから、あ、そっか。もう、面白いな、似てないよ。おお、どうも、すっげえ、めっちゃ似てる。安いようにするって大事じゃないですか。そうそうそう、確かに。高さ、ディーゼルの高さ変えたりとか。確かに。ちょっと結構安定値回避です。ほぐぐらい。あ、またちょっと高い。7時50分。はあ。ため息。深くなってきましたね、ため息が。ゆっくり書きたい。3時間だと答えますよ。ショックの大きさ。全然いい、かっこいいですけどね。ずっと描きたい。描き狂ってるの気づきながら描くのつらい。よし、もうあとはめるけど。アルルをまとめにかかんないと。うん。あ、やっぱりそこなんですね。最後は。アルル。うん。結構短時間で細部いっぱい捉えようとしたから来たから。はい。ここ無限マークがすげえ目立つんですけど。本当だ。嫌だな無限マーク。じゃあ消えた無限。せっかくシングルさんがいいことになりそうだったので、すみません、お呼び立てしてすみません。シングルさん、フィニッシュワークの話をするかなと思ったら、そんな暇はない。武雄さんが無限マークで潰した。はい。
30秒。